結構すごい量だな。遠くから見たらそんなに見えなかったけど、こうやって近くで見ると結構な。きついでしょこれ。ちょっと行ってみますか。子供がおったからね。あ、なんか書いてますね。ちょっと87って書いてますね。87の8月13って書いてます。というわけで今日もね始まります。今日はですね、この日なせに来てますけど、今日はね、あの今日行く場所なんですけど、ちょっと今日はね船を使って、まあこの後ろが港なんですけど、船を使ってちょっと島巡り、島に行こうかなと思います。今日行くとこはね、この神島という場所で、まあここがね、もともとその古墳や土器が露出したことからということで、なんか結構昔から人の生活というか営みがあった場所だということなんですよね。で、ですね、またそれに関して、あの最近になってもそのバブル期にそういうリゾート施設、リゾートアイランドみたいな感じでも開発されてて、ペンションがめちゃめちゃあると、ペンション島と言われるほどね、結構有名な島ということで、まあ今現在ね住んでる人も少ないんですけど、ちょっとそのペンション島にね行ってみようかなと思いますね。なんか船着き場があって、なんか時間がゆっくり流れてるですね。ちょっとあの船着き場まで行ってきます。だいたいどれぐらいかな、20分もかかるかかからないぐらいですね、今回行く島なんです。ちょっと、ここですね、この日なせ、神島、角井島、頭島、大田部島、今日はこちらですね。12時の便に乗って、だいたい12時25分に到着するということで、まあ価格がちょっと値段があれですけど、ねこれいいですね。みんなあれこっちにね。はい、まあ改めまして今日行く場所なんですけど、神島というね場所なんですけど、これが場所です。まあ以前ね、その角井島、頭島と、もう一つがこの大田部島に行ったんですけど、今回はこの神島とねいう場所に行きます。まあ基本的にはそのみかん狩りが、有名ということで、いうわけですね。まあ、あとそのもともとペンションというか、そういうリゾート系かなのお家が結構あるということで、ちょっとね楽しみかなと思います。出発までもうしばらく、待ちください。
というわけでこれから、島に向かうわけですけど、ちょっと楽しみですね。どんな感じかちょっとまだわからないんで、わからないところに行くのがやっぱ旅かなと思いますね。うん、いろんな発見あったりね、知ってるところに行くのもいいんですけど、こうやってわからない未開の地に行くのもやっぱりこの YouTube の醍醐味かなと思います。あ、いいですね、この船から見えるこの景色。これはもうゴミの市のなんかそういう市場ですね、この後ろが。ための船っていうか、なんかね、だからこの船からだからこそ見えるの景色がありますね。このトレーラーとか、あ、これなんか前ラジオでやってたね、ラジオで宣伝、トレーラー見せでラジオだったかな、なんかテレビで。またすごいですね、この牡蠣のイカダをくぐり抜ける感じでこれ進んでいくっていうのは、でその先に見えるのが教育工事のということで、もうね、このこっから見てもね、結構なんか建物が点々としてますね。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけで神島に来ました。来た瞬間からなんかね、夏行ったらっていうか、なんか楽しめる場所、ちょっとここをね行ってみようかなと。歩いていきますね。これどっから攻めようかってね思いますよね。だって3つある。ちょっとこっち側に、この観光案内っていうのがあって、
岡山藩の流刑地に指定されと。このでかつてはその高島っていうね、高津平定の高とその香川のね、この高というか、で今この今の現在地がどこだ、あ、ここですね。ここからという、なんかちょっと面白い場所あるかな。きついでしょこれ。いいけど、これもこれ昔の、うん、あったんでしょうねこれ。すごいね、なんかちょっと芦屋じゃないけど、この六甲の方にあるこの坂っていうじゃないけどね、この別荘群って言われてるみたいですね。もうこれも相当、そう、でも住んでないってことですから、うん、綺麗なんですけどね。やっぱりこの急な斜面だから、この作りとかもなかなかないですよね、こういう、うん、この鉄骨のなんか支えでね、うん、結構急なこれ。急ですね。これも廃車のあれですね、うん。住んでて、登ることないでしょ。ないこれ。これ見てくださいこれ。景色めちゃくちゃいい。なんか色違いますよね。ちょっとなんかオーシャンブルーじゃないですけど、そこまでいかないですけど。なんかあっちよりかはちょっと山の緑とうまくマッチングしてるかなと。ちょっと行きましょう。すごい車がない姫路ナンバー。本当だ。ちょっと先進んで行くんですけど、よっしゃ。まだペンションがすごいな。これ全部回るの大変ですね、これ。もう、ところどころでね、車が止まってんすけども、ナンバープレートついてない。もう廃車みたいな感じなのかな？物置みたいな。あ、でもそうしてる人もいる。うん。本当だ。神社。ここが、麹島神社。これも多分古いんでしょうね。お邪魔します。なんか結構ね、神社巡りするんですけど、なんかまた変わった雰囲気で、これ も塗ってるわけじゃないですよ
いう感じですね。自由度が高いですね。動ける。下がってますよね。いや多分谷みたいになってるかもしれないですね。佐保ダムですね。なんかこのバス停があったかのようなまあこう多分農機具とかそういうのを保管してる。おー、ちょっと行ってみますか。行きたいね、これは。これ多分当時のなんかでしょう、これ洗い場みたいな。まあ中までは入れないですけど、そうですね、鏡とか、これ自転車。でもこの缶とか、メロンクリームソーダ。子供がおったからね。あ、なんか書いてますね。ちょっとわからないですけど、年号もちょっと、あ、87って書いてますね。87の8月13って書いてますね。昭和ってことですね。87年です。昭和62年ですね。それぐらいに、まあ、要はバブル入りぐらいの32、33年前。うん、よし。こういうのが好きな人多いですからね。うん、楽しいね。こういう橋とかも渡ってたのかな、この。見えるかな、橋みたいな。ここもなんかありますね。崩れて。崩れています。もう瓦がねすごいですね。これもう立派な家だったんでしょうね。こうやって瓦がこんな量ね、えすごいです。本当にどのくらい前なんかの人が住んでたの。いやでも80年代ぐらいですね。いや、ここも住んでたんでしょうね。うわ、でも多分これもですね、もう人が住んでて。うん、なんか気になりますね。なんか街並みみたいなのが、街並みというか。あ、こうみたいな。海に出てきましたね。海と学校ですね。地図をね、後で。学校ですね。ですね。学校
高っすねこれ。でもちゃんとあるんですね家が、うん、あ、こうそういう感じ。なんか結構人がねいますね。人が これ学校だと。あ、書いてますね。日瀬西小学校、高島文庫。どういう感じなんですかね。いつのあれですか。書いてない。書いてないですね。これ備前。車検プレートがないって書いてますよ。車検がない車で公道走ってると。ナンバープレートじゃなくて車検がないって。30年の重機。そういうとこもチェックするんだね。これ夏楽しいんでしょうね。海岸というか。テントとかあるけど。できたらね。これ釣りしても良さそうですね。気になるね。いやーなんかこうって中入っていけば行くほどねいろいろありますね。外側からだったらなかなか分からんかったんですけど、こうやって入ってたらなんか奥になんかいろんな建物が、いろんな建物がね、やっぱ歴史がすごい長いっていうか。でもやっぱりその昔は観光でねいろんな人来てたっていう、船の方が見てたんですけど、もう最近になっては、なかなか来る 方もおられないというか。まあでもこうやって歩いてたらなんか結構楽しいですね、うん、もうこのなんだろうな、この後ろに土砂崩れっていうかその砂防ダムみたいなのがあるんですよね。でもこの砂防ダムっていうかもう明らかにその土砂崩れが起きそうな場所の目の前にその家が建って あったりとか、なんかすごいなというか。この家のために作られたかもしれない。ああそうだね。すごいね、ちょっと謎だけどね。まあいろんななんかそのなんでこういう感じになってんだとかちょっと考えながら楽しめるというかね。謎っすよねこれ。あ、牡蠣のなんか殻がこんなとこに。牡蠣の本当だ。でも石垣っぽいのがですよね。あ、何かしらのあったんでしょうね昔。あ、なんかね、上にね道が、あ、階段があるありますね。なんか登山です。登山です。いや、茨が。茨がね、あるんでちょっと。気をつけて、まだありますよ、茨が。あ、道路？道路ですね。で、これ電柱が。ちょっと謎な道が、なんか結構ね立派な岩が多いですね。なんかこういう感じで、この瀬戸内海の島の岩ってのもこの大阪にある大阪城のその石垣になったりとか、結構ねこの瀬戸内海の島の石ってのはなんか質がいいのかちょっとわかんないですけど、結構なんかそういうお城とかで使われてるっていう。なんか小屋みたいになりますね。
あ、カキのね、殻、カキか分からんですけど、貝の殻が。あそこもね、小屋っていうか。え、雲ダメなんですか？お化けとか大丈夫だけど。虫がダメだ。虫がダメだね。台がつくぐらい。いや、よう来ますね。ねえ、なんかちょっと、びっくりした。これ、これやばいでしょ、七節かと思って。それはもう無理。行けなくても無理や。これ。なんだろうね。今、道が、結構ね、向こうもありそうな。あそこも家が。あれ、下、見えますかね？ちょっと分かりづらいかもしれない。多分家があったんかもしれないですね。潰れてますね。でもなんか、傾向的には谷にあったりとか、しますね。なんか、くぼみっていうか。だから、こういう斜面にあるやつは少ないですね。比較的ちょっと最近できたような。やっぱ昔からあるやつはだいたいその土石流とか流れるようなこのなんか谷の通り道っていうかそのね、多分このくぼみにね沿ってなんかあるようなで、だいたいでも崩れてるっていうねことです。はい、というわけで無事に到着しました高島ということで、お疲れ様でした。疲れた ね, ねだいぶ、でも結構普通にこういう感じなんで、まあ、夏場はちょっと無理だったんでグルメネタをね中心にやらせてもらいましたけど、このこれからのシーズンこういうの増えてくるんで、まあグルメお酒飲みつつこういう場所で健康的に歩くのもいいかなと思うんで、全部は回ることはできなかったんですけど、その古墳とかまあいろいろね気になるとこはね、なんかあるそのみかん狩りとか、ただその島全体はそのペンション群というかそういう形の島ということで、ただ人が住んでるかどうかというとちょっと分かんなくて、ね、民泊のようになってるのかな、ちょっと詳しく分かんないですけど、若者がねカップルかな、おったね、うん、だから泊まり込みみたいな感じで、まあ、持ち物ではないと思うけどすごい若かったんで、もしかしたらそういう場所があるのかな、泊まれるロッジじゃないですけど、まあ、詳しくはいろいろ調べていただければと思います。それではまた、ありがとうございました。ありがとうございます。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。